ち出てくる。あ、来た。はい。よっほー。お邪魔します。おいでおいで。めっちゃ久々やん。お邪魔します。手ぶらできたの？手ぶらできた。がっつり手ぶらで笑った。いや、ご飯食べた？あ、食べてないです。あ、じゃあご飯食べよ、食べよ。なんか頼んだ。やっと。そう、あれらしいよ。なんか動画出てって言ってたから。出てくれる？あ、いいんですか？めちゃくちゃ回してるし。回してんのに。拒否権なし。拒否権なし。え、お邪魔します。はい、どうぞ。これ、リサがあげたコック。何、あのニューバランス世界的にはあれなの？そう、ニューバランスの。え、めっちゃお気に入り。かわいい。マジかわいい。ほんと、そもそもです。兄弟愛だね。仲良しやから。仲良し。暗くない？まあまあ、そこら辺は後で話聞かせてもらうから。じゃあ、食べよう。邪魔します。おにぃ。おにぃです。はいはいはい。オレンジめっちゃ迷った。はい、メロンソーダ。あれは？俺ドリンクなしの頼んでたから。あ、仲間外れ。いただきます。いただきます。モス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 。食べそう。モス。何それ。うまっ。今日はせっかくだから、りょうちゃんにちょっといろいろ聞きたいことあるんだよね。何聞くの？余計なこと聞かんの？いや、いっぱい聞きたいことあるよ。リーちゃんのちっちゃい頃の話とか聞きたい。あ、いい。え、マジで。あ、ギサちゃんちっちゃい頃の話。なんだろう。あんま仲良く。あ、今はこうやって仲いいんですよ、兄弟。でも、昔はめちゃめちゃ仲悪かった。仲悪くて喧嘩しまくって覚えてるのが、あの、多分幼稚園かな、あのドラえもんのブドウゼリー事件。なんか、あのドラえもんの絵が描いてあって、3個パックになってるプッチンプリン的なやつのドラえもんゼリーがあったんですよ。それが弟がめっちゃ大好きだったので、最後の1個だったの。最後の1個でリサがお風呂入ってる間にラッキーと思ってる、最後の1個あるじゃんって思って食べたの。また買えばいいんだろうと思って、そしたらお風呂上がってきて、もうめっちゃニコニコで鼻歌まで歌ってるじゃなくて、ニコニコで楽しみにしてたんですね。冷蔵庫開けた瞬間、大発狂してめちゃめちゃ泣いて、なんかリサのことこんなんなって、叩きに。かわいい。もう多分買ってこいとかずっと。でもずっとひどいね。嫌なお姉ちゃんね。じゃあ嫌なお姉ちゃんだね。それで結局ママがあのイオンまで一緒に買いに行ってくれたんだ。ママ。そっからいざこざは始まったね。そっから始まってんの？そっからかな。それ引き金になってる。そういうちっちゃいことがめっちゃある。めっちゃあったね。ってことは他にもあるってこと？あったね。リサちゃんが中学かな、あのめっちゃ飛んだ。中学？あのソルティライチ。なんかソルティライチがちょうど発売された時に、そういうリサちゃんがなんか川崎のどっか遠く行った時に買ってきてたらしくて、それ知らないでなんか冷蔵庫開けたら、めっちゃなんか見たことないパッケージのソルティライなんかあったから。なるほどね、発売したてだから。そう、なんかそれ一口飲んだら、なんかリサちゃんがなんかダンって降りてきて、それリサなんってめっちゃ大発狂されて、川崎にしか売ってないって。なんかある。めちゃキレられて、どうしようと思って、ダメ元で、まあ、地元のコンビニ行ったら、まあ、たまたま会って、川崎限定って言われてたのに、たまたま会って、これ飲んじゃってごめんねっつったのに、後からグーだグーだずーっと怒ってた。もう一気に行けなくなって。どういう川崎限定だと思い込んでる。違う、あのソルティライチが発売した時って、なんかなかなかもう手に入れられないみたいな感じのことを、なんか周りがなんか言ってたのか。そんなんだったっけ。そうなんだ、わかんないけど、なんか人気だったんだよ、とにかく。で、ちょっとおしゃれなパッケージじゃん、だからなんかずっと欲しくて、で、その川崎に遠出遊びに行った時にたまたま会って、多分買ったんだよ。で、リサは大事に飲もうって帰ってきて、そこで飲まずに。それもちょっときしょいけどな。大体さ、外出中に買った飲み物はそこで飲むでしょ。持って帰って。持って帰ってんの。で、したら、りょうちゃんが飲んでんでしょ。ぶち切れだよ。
ババちゃんがすっごい慰めて、もうまた買ってくればいいかなとかずっと言ってくれたけど、もうずーっともう収まんねえ、ずーっと怒ってて、食べ物の恨みは怖い、お互いに昔から食い意地はやばいと思って、ずっとそうなんだ、リサ本当怒るからね食べ物めっちゃ怒るめっちゃ怒る、変わってないわ、じゃあずっとずっと変わってないわ。ユナナとリリちゃん、インヌのルー、なんで仲良くなれたの？あれじゃない、中学生ぐらいまでめちゃめちゃ反抗期だったんですよ。うん、そうですね。何急に喧嘩になってたどたどしい語りかけて反抗期で、家族ともあんま仲良くない時期あったりしたから、で高校入って多分あれじゃない、余裕できたというか、反抗期が終わったんだと思う。そのタイミングでね、ケロッと。反抗期中にもあったけどね。何が？こうやって今でも呼んでるこのリサちゃん呼び。え、ね、誰だ？多分、まあ人それぞれだと思うけど、なんかお姉ちゃんとか、まあ仲良くなって、もういいよみたいな感じでなんか呼び捨てたんだけど、一回自分もリサちゃんのことをリサって呼びたいなって思う時があって、可愛い。一回ダメ元で、リサって呼んだら、なんか振り向きざまにリサちゃんでしょ。絶対ちゃんつけてみたいな。それが結局今でももうリサとも呼べないし、うん、お姉ちゃんともまた違うから、結局リサちゃん、なんかお姉ちゃんは嫌だったよ、でリサはちょっと生意気とか、まあでもなんかリサちゃんって呼べっていうのはルナさんにも言って、いやめっちゃ言われる。え、そうなの？だからリーちゃんとか呼んでるでしょ。うんうん、なんか リサっていやらしい、なんかあの呼び捨てって可愛くなくない？なんかちゃんが可愛さが、まあ、それはなんか友達とかだったら私可愛くないと思うけど、兄弟とかさそこ兄弟にまで強要するのがちょっと怖いわ。え、だってうちパパもママもリサちゃんだ。いやいやいや、まあ、リサちゃんが名前なんだよ。もうだから人様に何か言うときはお姉ちゃんっていうのが何か違和感あるから、あ、リサちゃん、リサちゃんって言ってる、リサちゃんって呼んでる。だけど待って、俺もちゃんと洗脳されてるかも。俺ジムの人とかにもリリちゃんがとかで話すもん。もうすごいね、もう洗脳してる。リサちゃん、リサちゃん教、リサちゃん教が今日からみんなもリサちゃん。いや怖い怖い怖い、洗脳。待って待って、けど俺もう一番聞きたいのがある。何？で、そのリーちゃんに恋人ができたなって気づいた瞬間とかってある？あー、恋人。リサちゃんで知らない。だって、あんまり言わなかったでしょ？え、言わないよ。できたなんて。言わないよ。あの、2個ぐらいあるな、そう思うと。マジで？ 1 個目は、その中学の時に、なんかいきなりリサがご飯作るって言い始めた時に、なんか急にこの人ご飯作り始めたぞと思って、しかも反抗期仲悪かったのに、俺にもご飯作ってくれたから、まあ、なんかあんなと思ったのと、その大阪のおばあちゃん家に、その襖にすごい自分たちが落書きしてて、ただその裏を見た時にリサちゃんとその元彼の相合い傘名前書かれたのを見つけて、やばいなと思って。中学生って相合い傘やってたっけ？やるよ。やるっけ？小学生ぐらいまでちゃう。普通だったら表にすごいいっぱい書いてあるのに、そういうことだけ全部裏に書いてあって、普段見えないようになってて、で、あれで、あの、別れたらぐちゃぐちゃにぐちゃぐちゃにしてて怖っ。で、また新しい早い傘ができる隣に。しかも、まあまあでかくうわ、その写真欲しかった。ないでしょ。でも、あれでおばあちゃんさ、いなくなっちゃったから、お家ないから。めっちゃおもろいじゃん、素晴らしい。あれ、ホラーだよね、今思うと。もうね、恥ずかしくてやばい。ユナリサ夫婦。じゃあリーちゃんが、まあ、お姉ちゃんでよかったなみたいな。なんだろう、リサちゃんが入ってバイトした時に初任給、ああ、それは思い出として残る。すっごい帰ってきてニッコニコで帰ってきてさ、リサ何あげたの？そう、リサバイト頑張ったんだよみたいな、言って、なんかおごってあげるって言われて、なんかおごってあげるってなんだろうと思ってめっちゃウキウキしてなんだろうなと思って地元のコンビニ行ったら、まさかのあの唐揚げくんレギュラーだった。あの207円の唐揚げくんレギュラーだけでそれ以外いつかお菓子とかいっぱい買って、俺だけ唐揚げくんレギュラーではーいって渡された時が、あー、まあ嬉しかったけど、あ、でも初任給こんなんなのかなっていうのはでも自分お菓子買ってんでしょ。そう、お菓子買ってたそれはくれなかった。それくれなかったでも唐揚げくんあげたから満足でしょみたいな顔されてた。あー、もうドヤ顔で唐揚げくんドヤ顔で、まあ、な高校生のバイト代はな、まあ、結構高いらしいでか。まあ、けど、ね、初任給でもらっ
ぜひ買ってくれて、まあ、嬉しかったけど、うん、もうちょい欲しかった。嬉しい話じゃないじゃん。いや、まあ嬉しいよ、嬉しい。いやいや、記憶にすごい残ってるって、そういうことに、うん、すごい残ってる。おもろ。リサの記憶にはなかった。登録しないとご飯なし。今だから聞ける。リサちょっと一個聞きたいのがあって、初めてルナをと会った時、どんな感じだった？ゆうなくん、気になる。そう、リサちゃんの彼氏さんとは何人かに会わせてもらったことあって、で、ゆうなくんも会わせてもらう前に、そのリサちゃんから、なんか高身長のイケメンなんだよねっていうのを聞いてて、あ、振りがあったの、はい、その通りよ。で、まあ、初めて会った時に、なんか、すごい猫背嘘だろ。リサちゃんもちょっとちっちゃいから、その分背、ゆうなくんも背高く見えたんですけど、うんなんか、すごい猫背の人だね。言うじゃねえかよ。じゃあ、やばかったのか、そんな。やばかったね。最近筋トレして、なんか姿勢戻ってきたけど、うんうん、ちょっと前まで。そんなすごくて。リュークリュークリュークだから、ね、多分会ったのが、冬かコートの時とかで、ね、なんかコートの、その、肩のところ、肩パッドの横で。それかもう、ほんとに完全猫背で。猫背反り腰。イケメンだったんだけど、ちょっと、あ、ね、めっちゃ猫背やんって。そんな感じだったの。残念なやつ。でも最初の印象だったかな。え、なんか、ダサいなって思う時あった？ゆうなくん、ダサいな、なんだろうな。結局、キザだからね。猫背っていうのが、印象強かったし、まあ、仲良くなってからとか、ちょいちょい、なんか、あ、一緒にご飯食べに行く時とか、うん、よくつまずくなって。そういえば、お店が予約してくれるときにこっちで会って案内してくれるんですけど、そのときになんか、まあ1日2、3回はパッてつまずいて。でも、リサも人のこと言えないけど、やっぱスマートじゃないんだね。そうなんだろうね、多分スマートではないわ。決めらんないんだ。でも、すごい優しいから、うん、なんかそれも愛嬌かなって。愛嬌だって。愛嬌、イエーイ。じゃあ、認めてくれてるってことだね。あ、もちろんすごい優しい旦那さんだし。じゃあ、お兄ちゃんって呼んで。お兄ちゃん、今から、今からお兄ちゃんって呼んで。そうそう、お兄ちゃんの絶対音声。怖い怖い。リュウナって呼ばないで。怖い怖い。呼ばない。ちょっと遊びに行くのやめようか。やばいやばいやばい、マジやばいやばい。チャンネル登録待ってるよ。はい、ということで、なんかすごい渋滞してるんですけど、今日はりえちゃんの弟と一緒にお話ししてみました。すごいね、ボロ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 りえちゃんの嫌な女が出てきてて、やばかったね。わがまま娘が好き。いやけど、めっちゃ面白かった。マジよく我慢したね。我慢してる二人。りさちゃん呼びが一番やばいから、マジで。みんなりさちゃん呼びしな。怖いわ。気をつけよう。はい、ということで、今日の動画は以上になります。この動画が面白かったな、良かったなって思ってくれたら、グッドボタンとチャンネル登録、コメントもいっぱい書いてくれたら嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。おまけのリールミニチャンネルで、こっち向いて。かわいい。なに、どうしたの。やばい。怪獣ゴジラ、ゴジラかわいい。何そんなか。ゴジラゴジラ、なんか顎外しそうだった。何、服着たいからそうなってる。そう、でも口でずらして、気を出したの。かわいい。それが怪獣みたいな。かわいい。